皆さんこんにちは。今回の動画ではチャット GPT と協力しながら文章の執筆やコーディングができる新機能キャンバス、メタが突如発表したテキストから高品質な動画と音声を生成できる動画生成 AI ツールムービージェン、動画内の対象物を膨らましたり溶かしたり爆発させたりできる動画生成 AI ツールの最新版ピカ 1.5 など、ここ1週間の間にリリースされた最新の AI ツールの概要と使い方を紹介し、 OpenAI が66億ドルの資金調達完了、孫正義氏が ASI や AI エージェントについて語るなど AI 関連の最新ニュースをお届けします。それではよろしくお願いします。まずはチャット GPT のキャンバス機能の紹介です。OpenAI は10月4日、チャット GPT に新機能、キャンバスのベータ版を実装しました。キャンバスは、大規模言語モデル、GPT-4o を使って、チャット GPT と共同で文章やコードの生成が可能で、生成した下書きの清書や部分的な修正を AI に依頼できます。キャンバスを利用できるのは、チャット GPT の有料版のプロとチームユーザーで、エンタープライズおよびエデュユーザーも来週からアクセスでき、ベータ版が終了後、無料ユーザーも利用可能になる予定とのことです。チャット GPT のキャンバス機能については、チャット GPT にログインした状態で、LLM を選ぶ部分で、チャット GPT-4o with キャンバスを選択すれば利用可能で、例えば、ニュース記事のテキストデータをアップロードして、アップロードしたテキストの内容をもとに、日本語でブログ記事を作ってくださいと入力して送信すると、画面が2つに分割され、右の画面にブログ記事が生成されて、左の画面で指示を入力してブログ記事を編集できます。この時、画面の右下に鉛筆のアイコンができていますが、このアイコンを押すと、ブログ記事を短くしたり長くしたり、ブログ記事のレベルを幼稚園児レベル、大学院レベルといった感じで、レベル別に書き換えたり、絵文字を挿入したりもできます。なお、ブログ記事の一部の文章を選択すると、文章を細かく変更したり、太文字にしたりできます。ちなみに、先ほどのブログの執筆と同じような感じで、コードレビューやバグの修正などのコーディング作業を行うことができます。先日、アンソロピックのクロードに実装されたアーティファクツ機能のような感じで、ブラウザ上でコードを実行し、実際に動かせるデモを起動といったことはできませんが、将来的にそういった機能も実装されると思われるので、今後の進化が楽しみです。続いては、メタのムービージェンの紹介です。10月4日、メタはテキストから高品質な動画と音声を生成できる動画生成 AI ツール、ムービージェンを発表しました。ムービージェンは豊富なカメラワークを備えていて、テキストから最大16秒の動画生成が可能で、動画内のペンギンにテキスト指示で服を着せるといった、動画内の対象物を編集できる機能や、人物の画像とプロンプトから、パーソナライズされた動画を作る機能、動画に同期した環境音や効果音、バックグラウンドミュージックを作る機能などが実装されているようです。ムービージェンのプロジェクトページでは、現在世界中で人気の赤ちゃんカバ、ムーデンっぽいカバが泳いでいる動画や、人物や動物、風景動画、ファンタジー系の動画まで様々な動画が公開されており、現時点での最高峰の動画生成 AI ツールであるランウェイの Gen3α や OpenAI の発表している動画生成 AI、空のデモ動画にも引けを取らないレベルのクオリティとなっています。なお、ムービージェンの具体的なリリース時期は未定ですが、メタのマーク・ザッカーバーグ CEO は自身のインスタグラムにて、来年インスタグラムに登場すると投稿しています。続いては、ピカ 1.5 の紹介です。2024年6月くらいから、
長らく更新のなかった動画生成 AI ツール、ピカですが、10月2日、久々にアップデートが行われ、最新版のピカ 1.5 が公開されました。1.5 のプロモーション動画を見ると、人物やファンタジー系の動画など、動きが滑らかになって、以前よりも全体的に動画の品質が上がっており、さらに、ピカフェクトという、動画内の対象物を膨らましたり、溶かしたり、爆発させたりできるエフェクト機能が実装されました。ピカは、ツールトップページにある、トライピカボタンを押して、Google アカウントなどを使ってログインすれば、ある程度無料で利用でき、ピカフェクト機能に関しては、ログイン後のページ下部のフォームで、イメージボタンを押して画像をアップロードし、ピカフェクトボタンを押してエフェクトを選んで、フォームの右側にある星ボタンを押せば、エフェクトが反映された動画が生成されます。何個か動画を作ってみましたが、以前と比べて品質の高い動画を作れるようになったようでした。しばらく動きのなかったピカですが、久々に動き出したということで、今後の動向に注目です。続いては、ジェマツー 2B の紹介です。Google は、10月3日、日本語に最適化されたオープンソースの小型言語モデル、ジェマツー 2B を公開しました。Google によれば、ジェマツー 2B は自社評価において、OpenAI の LLM、GPT-3.5 を上回るパフォーマンスを発揮し、モバイル端末での高速処理が可能だということです。ハギングフェイスでは、ジェマツー 2B のモデルデータと無料のデモが公開されていて、デモでは、下部のフォームを使ってチャットできます。何度か使ってみましたが、日本語に最適化されていることもあり、日本語の表現でおかしな部分はなく、20億パラメータと小型ながら文章表現など非常に優れていました。続いては、ジェミニの最新モデルの紹介です。Google は、10月4日、同社の大規模言語モデル、ジェミニ 1.5 フラッシュの最新モデル、ジェミニ 1.5 フラッシュ 8B を公開しました。ジェミニ 1.5 フラッシュ 8B は、以前公開されていた、ジェミニ 1.5 フラッシュと比較して、API の価格が 50% 安くなり、レート制限が2倍に増加し、短い質問に対して、より早く応答できるようになったとのことです。ちなみに、ジェミニ 1.5 フラッシュ 8B に関しては、Google の最新モデルを無料で使える、Google AI Studio で利用できます。Google AI Studio の使い方については、このチャンネルの別動画で紹介しているので、興味のある方はそちらの動画をご覧ください。また、ジェミニ 1.5 フラッシュ 8B の実装とほぼ同タイミングで、Google の個人向け AI チャット、ジェミニの有料版であるジェミニアドバンスドに、最新 LLM、ジェミニ 1.5 プロ002が実装されました。続いては、ジェンスパークの新機能の紹介です。検索用語や質問を入力して送信すると、自動的にキュレーションして回答を出力してくれ、回答について AI チャットで質問できる無料の AI 検索エンジン、ジェンスパークですが、この度、新機能として、検索する際に、アーカイブやセマンティックスカラーなどの有名論文サイトの2000万件を超える論文が検索対象になり、学術的なことを質問すると、論文をもとに回答を生成してくれるようになりました。また、先日実装されたオートパイロットエージェントを使った検索のファクトチェック機能の結果に、検索結果や情報が分かりやすくまとめられたレポートが表示されるようになりました。ジェンスパークは、ツールのトップページから、Google アカウントなどでログインするとすぐに利用できるので、まだ触っていない方はぜひ一度触ってみてください。続いては、クリング AI の新機能の紹介です。テキストや画像から高品質な動画を生成できる AI プラットフォーム、クリング AI に、新機能として、アップロードした音声を動画内の人物にリップシンクしてくれる機能が実装され、さらに、
API プラットフォームが公開され、動画や画像生成用の API を使えるようになりました。クリング AI はツールページに行って、ページの右上にあるサインインボタンを押し、任意のメールアドレスを登録して、簡単な認証パズルをクリアすれば、毎日66ポイントの動画生成クレジットが付与されるので、ある程度無料で利用できます。リップシンク機能に関しては、一度作った人物動画の下部にあるマッチマウスタイプアイコンを押した後に出てくる画面で、音声データをアップロードし、リップシンクボタンを押すと、動画内の人物が音声データを喋る動画が生成されます。またログイン後の画面上部にある API コールズボタンを押すと、 API の購入画面に遷移し、動画生成、画像生成用の API を購入できます。続いてはリキッドファウンデーションモデルズの紹介です。 AI 企業のリキッド AI はチャット GPT やジェミニなどの現在公開されている AI モデルの多くで使われている技術である、トランスフォーマーを使わない新しい AI モデル、リキッドファウンデーションモデルズを発表しました。 LFM は 1.3B、3B、40B もへの3つのモデルが用意されており、メモリ効率が優れているのが特徴で、同じ条件でより多くの情報を処理できるとのことで、主要な LLM ベンチマークで同じサイズの LLM と比較して高いパフォーマンスを出せたとしています。 LFM に関してはリキッド AI の提供する公式のデモサイトにアクセスし、 Get Started ボタンを押した先のページの上部のタブで 40B か 3B のモデルのどちらかを選んでチャットできます。日本語で何度か出力を試したところ、ややハルシネーションがありましたが、日本語でも問題なくチャットで会話できました。続いてはウィスパーラージ V3 ターボの紹介です。 OpenAI は同社の音声認識モデルウィスパーラージ V3 の高速バージョン、ウィスパーラージ V3 ターボを公開しました。ウィスパーラージ V3 ターボは全モデルのウィスパーラージ V3 と比べて処理速度が大幅に向上しましたが、認識精度がほんの少し低下したとのことで、英語や中国語、日本語を含む多くの言語をサポートしています。ウィスパーラージ V3 ターボのモデルデータはハギングフェイスに置かれていて、ハギングフェイスで無料のデモも用意されています。デモでは上部のタブでマイク、オーディオファイル、YouTube 動画を切り替え、それぞれデータを読み込んで文字起こしできます。何度か試しましたが、日本語の文字起こしの性能は非常に優れていて、文字起こしの出力速度も高速でした。続いてはパープレキシティの MacOS アプリの紹介です。人気の検索 AI チャットパープレキシティは10月15日に MacOS アプリ版のパープレキシティをリリースすると発表しました。すでに Mac App Store で予約注文を開始していて、価格は無料となっています。 MacOS アプリ版のパープレキシティはショートカットで立ち上げ可能で、モバイルアプリのパープレキシティと同じく音声やテキストで質問できるようで、アプリの説明文には Mac 専用の機能も多数実装されていると書かれています。なお対応 OS は MacOS 13.0 以降となっています。ここからは今週発表された AI 関連のニュースを簡単にまとめて紹介します。まずは OpenAI が66億ドルの資金調達完了の話題です。 OpenAI は10月3日同社のブログを更新し、1570億ドルの企業評価額で66億ドルの新規資金調達を完了したと発表しました。66億ドルというのは日本円でおよそ9700億円になります。 OpenAI は高度な知能を広くアクセス可能なリソースにすることを目標に、今回調達した資金を AI の最先端研究の加速や計算能力の増強、
問題解決ツールの構築に使うとしています。さらにチャット GPT については週に2億5000万人を超えるユーザーが利用しているとし、今後は米国や同盟国の政府を含む主要パートナーとの協力を通じて AI の可能性を最大限に引き出したいとしています。続いては孫正義氏が ASI や AI エージェントについて語るの話題です。10月3日、ソフトバンクグループの孫正義社長は法人向けのイベントソフトバンクワールド2024で講演し、 AI の進化に関して語りました。孫社長は10年以内に AI が人間の知能を大幅に超える ASI が実現して、 AI が人間の感情を理解し調和を取る段階に進化するとし、2年から3年以内に AI が予定の管理や買い物などを行ってくれる個人専用のエージェント機能が登場すると予想しました。孫社長は AI の進化に対する懸念を払拭し、人類との調和を強調しており、 AI をグループの事業の中心に据える方針を再確認しました。続いてはオープン AI の共同創設者がアンソロピックに加入の話題です。オープン AI の共同創設者であるダークキングマ氏は10月2日、自身の X を更新し、アンソロピックへ入社すると発表しました。アンソロピックの AI 開発アプローチに共感を示し、新たな挑戦への意欲を表明しています。キングマ氏は、オープン AI で働いた後、2018年からは Google DeepMind で活躍していました。アンソロピックは、オープン AI の元メンバーによって設立されたこともあって、オープン AI の元幹部や共同創設者が複数在籍していて、キングマ氏の加入でさらに陣容が強化されます。続いてはオープン AI の動画生成 AI の開発者が Google へ移籍の話題です。オープン AI が2024年初頭に発表した動画生成 AI ソラの共同研究リーダーのティム・ブルックス氏は自身の X を更新し、オープン AI を退社して Google の AI 研究部門である Google DeepMind へ移籍したと発表しました。ブルックス氏はオープン AI でソラを制作し素晴らしい2年間を過ごしたと述べ、新たな職場である Google DeepMind では動画生成とワールドシミュレーターの開発に携わる予定だと明かしました。近年の AI 業界の人材獲得競争は激化していて、動画生成技術の重要性も増しているようです。続いてはオープン AI がライバル企業への投資自粛を要請の話題です。ロイターが報じたところによると、オープン AI が投資家に対してライバル企業5社への投資を控えるよう要請していると関係者筋が明らかにしたとのことです。これら5社の企業にはアンソロピックや XAI など競合する大規模言語モデルを開発しているオープン AI のライバルとされている企業が含まれているようで、この動きは現在の AI 業界での競争激化を反映していると見れます。続いては TDK や東北大学が超低消費電力の AI 半導体を開発の話題です。日本経済新聞が伝えたところによると、10月2日、TDK は東北大学などと共同で消費電力を大幅に抑えた AI 半導体の開発に乗り出すことを発表したとのことです。2027年までの実用化を目指すこの新技術は、従来の GPU と比べ消費電力を100分の1に削減できるとされていて、人間の脳の仕組みを模倣した半導体スピンメモリスタ技術を採用し、リアルタイムでの学習と推論が可能だということです。なお TDK はこの技術を自社のセンサーと組み合わせてロボットや空調制御などへの応用を検討しているようです。続いては公正取引委員会が生成 AI 競争に関する意見を募集の話題です。公正取引委員会は10月2日、生成 AI をめぐる競争に関する意見の募集を開始しました。この取り組みは
生成 AI の健全な経済社会への実装を目指し、国内外の動向や市場の実態を調査することが目的となっていて、法人、個人問わず郵送またはメールで意見を募集し、期限は11月22日までとなっています。この意見の募集は、日本における生成 AI 市場の健全な発展と競争環境の整備に向けた重要な一歩になりそうです。なお、この動画で紹介した記事やツールなどのリンクは動画の概要欄に貼っています。AI ツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で試してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。